なんか下手すると客俺一人っていう状態になるみたいですから、なんか客引きされてますね、お姉さんが。スーパーが、スーパーが、僕も一緒に客引きしたりしてね、もうすぐ出てるんですが、お姉さんがみんなスーパー、はい、スーパーがか、はい、なんか、おろ、はい、スーパーが、スーパーか、いや、マジで俺一人。ハイパレオの？あの子供どこ行ったんだろう。あらららららら。子供が消えた。あ、泣いてる。お母さん帰っちゃうわよと。お前がどっか行くんだったらと。なんかね、あ、マレオ。1時20分発の、ワゴン車。ゲットしました。120バーツでした。じゃあちょっと落ち着いて、僕はちょっと10分ぐらい休みたいと思います。疲れました、ちょっとなんかいろいろ焦って。でもですね、でもですねっていきなりですけど、バンコクは全然アレルギーないですね。消えましたね。東とイサンだけですね。ここで待ってろってことなんで、ここで待ってます。カーボンスーパーカープカープ、出発です。あっさり出発です。あの、2時間15分だそうです。ということは、着くのが、このワゴン車は民間なんですが、少なかったのがですね、今ランシットなんですけど、ランシットでお姉さんが結構100引きをした結果、結構こう埋まりましたね。あと座席1つか2つぐらいですね。まだ粘ってますけどね、さん。つか何時に着くんだよって感じで、現地にこんなに粘ってて。お姉さん戻ってきました。お帰りです、お姉さん。車が行ってしまいました。あら、バンコクスパムリのバスあんじゃん。行ったくよ。ねえ、ですね、10時まで空いてるそうですの、このロータスショッピングセンター、でっかいショッピングセンター。今21時34分です。21時34分明るいとこを探して、とっとと歌って、まあ人はいなくても、人いないとちょっとあれなんですけどね。まあ、あのっていうか、真っ暗でここ、やっぱ農業圏なんでしょうね。こう広いあれとかって、畑みたいなとこ、田んぼみたいなとこ見えたんですけど、真っ暗で全く見えませんでした。じゃあこれからロータスの駐車場あたりの明るいところを探します。今川を渡ってんですけど、すごいです、水が。溢れんばかりなんです。全然わかんないですね。すいません。今、雨季で結構あちこち洪水で大変ですっていうのを、うわ、この辺も出ますね。川が溢れてますね。うわ、大変だ。つかここはどこだ。アントンかな。アントンだよ。うん、多分。いや、懐かしいな。アントンですよ、アントン。あの黄色の橋は見えないですね。間違いなくアントンです。ここで来ましたね。かぼちゃの山とか見ましたよね。いつ頃の話ですかね。先月26日か27日の話ですね、多分。うわー、懐かしい。アントンを通過して一番ぶりに行きます。アントン洪水警報発令中。車が行ってしまいました。あら、バンコクスパンブリのバスあんじゃん。行ったくよ。ねえ、ですね、10時まで空いてるそうですの、このロータスショッピングセンター、でっかいショッピングセンター。今21時34分です。21時34分明るいとこを探して、とっとと歌って、まあ、人はいなくても、
人いないとちょっとあれなんですけどね。まあ、っていうか、真っ暗で、ここ、やっぱ農業圏なんでしょうね。こう広いあれとかって、畑みたいなとこ、田んぼみたいなとこ見えたんですけど、真っ暗で全く見えませんでした。じゃあ、これからロータスの駐車場あたりの明るいところを探します。